はい、今回は、五星戦の第2局をやりたいと思います。はい、許家元五星対羽根直樹九段ですね。はい、じゃあそれでは見ていきたいと思います。途中、絶芸の、評価もね、参考にしながら見ていきたいと思います。はい。まあ、ここまではね、まあ、羽根九段はよく打つ布石なので、まあ、予想できる進行かと思いますね。はい。まあ、ここで、賭けがね、いくら AI がおすすめと言っても、この場合は、この石が、方向がおかしいので、これは悪いですね。はい。はい、この一手はまあちょっと予想にないというか珍しい手ですね。ここで絶芸は、コスミですか。まあそうですね、コスミのしっかりはしてますよね。これでもこう、でこういうあれでしたか。桂馬から詰めましたね。はい、下滑って、こうやってから、ここはね、筋ですよね。まあ、どういうことかというと、まあ、こうやって、こうやって。まあ、例えばですけどね、まあ、こうなった時でも、1と2の交換は、得してるんですね。愚形にしてますので。こうなったら、2ではここ飛んでる方がいいですからね。まあ、ちょっとした形を崩す手筋ですね。はい。絶芸は予想はしてたんでしょうかね。1とやって、2とやって、3、4、5と。で、付け越して、ここでね、これ決めたのがちょっと意外な手ですね。ちょっとプロの間でも評判は悪かったです。はい。まあ、単にこうやって、例えばこういうとこに石があれば、こういう割り込みが見えてますんでね、それをなくしてるですよね、こういうのぞき打っちゃうと。まあそうですね、今打つ必要があったのかどうかっていうのもちょっと、はい、ありますし、まあドライに決めたんですね。はい。まあ、抜きも本当はちょっと打ちたくないので、そうですね、こう継がれると、ここの利き、なんか味がなくなるのを嫌いましたかね。まあ微妙なところです。まあ、ここが効いてますんで、まあ、飛びまでいけるっていうことですね。まあ、このあたりはもう、絶芸の評価も51%で、
まあほぼ互角ですね。そうですね。なんかこれこうとかやって取ろうとすると、まあこういうとこ割り込みとかね、ちょっと気になる、場所がありますんで、なんかねこんな感じとか、ちょっと1とは飛びにくいんですね。まあ守る相場。はい、でつけまして、3三ですね。はい、この C はもう生きてますんでね、こうやって取りに行くのはこういう感じで打たれてもあんまり良くないです。はい、もう生きてますんでね。これ3三ですね。はい、まあ、この場合、なんかどっちからかかっても、コスミつけてからこう打たれそうなんですね。はい。こうやってもこう、まあこのような感じで地を取られるのが、はい、この碁では痛いです。ので3、3入りました。ここ、灰もちょっと目につくんですけどね。まあ、抑えが先手なんで、これでも先手だ。まあ、わかんないです。で、次は、次は、あ、1がね、そうなんです。ここもね、意外といいところなんですよね。こうやってね、こうやって自分の根拠が持ってて、黒の根拠がなくなるのでね。はい、ここは意外と、いいところなんですよね。はい、まあ三三に入りました。これがなんとなく、はい、思いき良さそうというか、雰囲気出てる手ですね。ここでね、目いっぱいな。ここで、こうやって戦うのは、あんまりあれなんですかね。ちょっと、こっちでしょうか。堂々としのがれて、あんまり攻めが効かないということで。はい。まあ、ここはね、ドライに打たれまして、こう来たと。どっちがイーブン通してるかね。ちょっと判断が難しいところなんですけどね。ここでね、だいぶ長考されてた気がします。で、悩んだ末、大きいですね。ここで絶芸は何と言ってるでしょうか。1とやって生かすような。まあこれの攻めがね、まあこれは、ちょっと気づかない一手でしたけどね。まあ一応こすんで、まあ目を奪ったと。まあ一応ね、目がないというか形なんですね。なんかこうや、何もやんないでこうとか打つと、まあこれだけ一本打てば、もう生きてますんで、ちょっとそういう細かいところを気にしたのかもしれないです。これもちょっと悪手なんですけど、ちょっとここの利きとかの関係でちょっと打ちたかったっていうところなんですかね。まあ生きる前に
これを打って、まあ取りで解消してね、行きましたね。まあ生きて形勢自信があるっていう、はい、打ち方でしたね。しっかりこう入れてね。なるほど。絶芸の評価も、30%なんでね、黒が。合ってるのかもしれませんね。手を入れても。ここで、襲いかかりに行きましたが、冷静にね、こう、対応して。引きも冷静ですね。これで自信がある、あるという判断でしたね。なんか頑張りたくもなるんですけどね。まあ、どうするかわかんないけど。ここの出ぐ、うん。はい。でも、これでいけるということで。絶芸は？ああ、1位ね。1位ぐらいは、まあ、できたとは思うんですけど。まあ、これで、こう打たせても、こすんでね。飛び込んだんですけど、意外と、なんかこんな感じで、こっちを囲うと、この石がね、目がないんですね。これはこう差し込みがあるので、こうですか。で、大きいかな。大きいだと目がありますか、これで。あ、これじゃなくて、どっから行くんだろう。ここは欠け目ですからね。こういうね、ところで、単にこうやりますか？こうやっても置いて、あんまり目がないんですよね、これね。なので、こういう手に対して受けなきゃいけません。こちらで、はい。で、こう一歩一歩削っていけば、はい。まあ、これね、最後の勝負手で、ここにコウにしに行ったんですけど、こういうコウはね、白、こういうそばコウがいっぱいあるんでね、やれそうな感じなんですね。この辺りは結構87っていう感じで、だいぶやっぱり余裕が出てきてますね。はい、こちらで対応して、この死活がね、まだね、脈がありましたね。ここまで打っておいて、まあ、こうやれば、大体取れてるんですけど、まあ、こんな感じで打たれても、この振り替わりはね、やっぱりどうも白がいいみたいですね。はい。もうこの辺りは黒4.6%しかなくて、この手がね、うまい手で、はい、実戦は下がって、まあ、抵抗したんですけど、例えば、こう生きると、ここがね、先手で、で、こうやって目を持つことができると。はい。まあ、下がって対抗したんですが、今度、こうやってやれば、この石はこれで二眼で生きるんですけど、
まあ、このぐらい打たれても、ちょっとね、この石はなかなか死なないのかなと。はい。まあ、こうですかね。まあ、ちょっと攻め合いですけど。まあ、もうちょっと分かりやすい図があるのかもしれませんけどね。ちょっと、そうですね。あ、まあ、抜きが効いて、まあ、今のでもね、そうですね、抜きがこうなって効いてましたんで、あ、手数は長いですかね。まあ、そうですね、4、5、6、まあ、こんな感じでね、渡ってるとか。はい。実戦は、だからコウにしましたね、あえて。ただ、まあ、コウ材は白の方がね、多いので。まあ次ではね、まあやっぱり、まあこれで持ち込みがやっぱり大きいですから、まあ、これで白の勝ちとなりましたね。はい。まあ非常に白はね、冷静というか、一歩一歩の対応で、受けるとこは受けて、攻めるときは攻めるみたいなね、はい、感じで、白の名曲と言ってもね、いいんじゃないでしょうかね。はい、それぐらい充実した、内容で打たれていたのかなと、はい、思いました。はい、そうですね、五世取得まであと1勝ですね。はい、許家元五世も、このままでは終われないので、はい、第3局以降も、はい、楽しみに、観戦したいと思います。はい、じゃあこの碁はこれで終わりにしたいと思います。はい、失礼します。